ドイツ連邦共和国の首都ベルリン及びブランデンブルク州にまたがる区間を走行する全長 125km のドイツ鉄道の環状路線である。全線が複線電化である。東西分裂期に西ベルリンを迂回するルートとして建設された。建設の際には部分的に既存路線を再利用している。 1951年から1961年にかけて東ドイツが政治的、経済的、軍事的理由で発展させた路線である。東ドイツの交通網を維持しつつ、ベルリンの壁を建設するのは外環状線の完成なしには不可能であった。鉄道のほかポツダム・シェーネフェルト高速道路も同様の理由で建設された。 ベルリン中心部のみで完結するベルリン環状線とは別路線である。19世紀後半にはベルリンから各地へ放射線上に伸びる貨物輸送に有利な鉄道網が軍事的に求められた。1902年にベルリンマクデブルク線、ベルリンレールテ線、ベルリンハンブルク線に接続し、ビルトパルク駅からブスターマルク経由でナウエンに向かう連絡線が開業した。 その後も連絡船は延伸され、ベルリン・ハレセンのユータボーク及び、ベルリン北部線のオラーニ・エンブルクに接続するようになった。1920年代には、ベルリン・ブランケンハイム線に、ゼディーン操車場が建設され、さらに、ザールムント経由で、ベルリン・ハレセンのクロースベーレンにも接続するようになった。1930年代初頭には、 現在の外環状線のルートを形成につながるシェーネフェルト経由でブールハイデに向かう路線が計画された。ナチスドイツ時代の1940年から41年にかけてベルリンハレセンのテルト駅からシェーネフェルト経由でベルリン市チェチン線のベルリンカー駅に至る区間にベルリン外環状貨物線が建設された。第二次世界大戦後のドイツ及び ベルリンの分割統治の影響で、ソ連占領区域及び後の東ドイツ政府は、西ベルリンを回避しつつ、効率的なバイパスの建設を迫られた。第一段階として1948年に、外環状貨物船のベルダー・ゴルムの間及び、ベルリン・ゲルリッツ船とベルリングリュナウ駅の北側の間を結ぶ連絡船が建設された。 1951年7月8日には、ゲンスハーゲナーハイデシェーネフェルト館が開業した。続いて、同年8月12日には、シェーネフェルトグリュナウセンド協館、12月2日には、ベンデンハイデへの延伸線、1952年11月22日には、ベルクフェルデから、ビル・ケンベルダーへの連絡線が開通した。次に、カーロー西分岐点からブランケンブルクへの連絡線。 ブールハイデー操車場、ベルクフェルデ・ファルケンハーゲン及びブリーゼラング間が開業した。1953年から1955年にかけて、カーロー西分岐点、カーロー北分岐点間の連絡船の開業、ザールムント、ゲンスハーゲナーハイデ間を結ぶ旧、ブランデンブルク環状線の伏線化、ヘニヒスドルフ西分岐点ヘニヒスドルフ間、ヘニヒスドルフ東ヘニヒスドルフ間、 エン・のイエンドルフ・ビルケンベルダー間、ファルケンハーゲン・フィンケンクリューク及びブリーゼラング間の開業が実現した。1955年10月2日には、ファルケンハーゲン分岐点ブスターマルク間が、ブスターマルク貨物駅ブスターマルク間の連絡線と、共に開通した。同年12月11日には、ブスターマルク分岐点、エルスタール分岐点間が開通し、 ブランデンブルク環状線のゴルム、エルスタール間が全通した。テンプリーン港を横断する区間であるザールムントゴルム間は工事が困難であり、開通は最後になった。1956年9月30日にはポツダム南ベルダーマが開業して環状線になった。その後も壁建設直前の1961年5月までに複数の連絡線が開通した。 1958年にはベルリン S バーンの枠組みで外環上線での旅客列車の運行が開始された。この頃にソ連がスプートニク1号を打ち上げたこともあり、西ベルリンを取り巻くように走行する列車はスプートニクと呼ばれた。1961年8月13日にはベルリンの壁の建設が開始され、東ドイツと西ベルリンの境界が封鎖された。 ブランケンブルク方園のイエンドルフ間を接続して、オラーニエンブルク方面に向かう S バーンの建設が必要になった。1962年には、シェーンフリースベルクフェルデ間において S バーンと長距離列車線が分離され、ベルクフェルデ及びベルクフェルデ東ビルケンベルダー間の連絡線が建設された。さらに1962年には、 アードラースホーフ駅からベルリンシェーネフェルト空港駅への S バーンが開業し、長距離列車も使用するようになった。以前は国境検問所のための駅でしかなかった。同年にはハッセルベルクブリーゼラング艦とヘニヒスドルフブスターマルク艦が試験的に交流 25KV で電化された。車両はルーヘニヒスドルフで製造された E251 型。 電気機関車が使用されていた。1973年には、河川が撤去され1983年には、交流 15KV で再電化された。1982年には、ザールムーンと、グラーゾーアーダム間とブランケンフェルデーの連絡線が、電化された。続いて1983年には、ブスターマルク及び、ブスターマルク操車場、プリオルト、 ベルリンシェーネフェルト空港グリュナウ線路橋、ビルケンベルダー分岐点ブスターマルク南分岐点、ゴルム及びビルトパルク西分岐点ベルダー、ブスターマルク北分岐点ブスターマルク奏車場及びブスターマルクファルケンハーゲナー線路橋の殿下が行われた。グラーゾーアダム分岐点、ベルリンシェーネフェルト空港駅間は1983年5月17日に参戦か。 1986年9月26日には、複々線化された。長距離列車線の電化計画の一環として1984年9月2日に、カーロー線路橋、シェーンフリース間は、S バーンと長距離列車の線路が分離された。ドイツ再統一後の貨物輸送の減少の結果、ブールハイで奏車場は1994年6月10日に廃止され、 後に完全に解体された。2006年5月28日の南北長距離線開業に合わせベルリン・ハレ線への接続区間が再開業した。しかしながらベルリン・ドレスデン線への接続区間は再開業しなかった。それ以来、ドレスデン方面への列車はゲンスハーゲナー線路橋、グラーゾーアーダム間で外環乗線を経由するようになった。 これらの列車は、デルト及び、ベルリン方面からの連絡線を使用する。また、ベルリン中央駅とベルリンシェーネフェルト空港駅を結ぶ空港アクセス列車は、距離の短いベルリンドレスデン線経由ではなく、ベルリンハレ線経由で運行される予定である。ベルリン南部の新空港と外環状線との連絡線2008年初頭以降ベルリンブランデンブルク国際空港。 への連絡線を建設するため、グラーゾー・アーダム東分岐点、ベルリン・シェーネフェルト空港駅間の複々線は、複線部も残して再整備された。列車線の空港連絡線が、グラーゾー・アーダム東分岐点、ゼルヒョウ分岐点、ブランデンブルク空港駅ボーンスドルフ、東分岐点間に建設された。S バーンは、シェーネフェルト空港駅から西へ進んだ後、 半円を描いて列車線と並行し空港西側からブランデンブルク空港駅まで至る。両連絡線とも2011年10月に完成しているが旅重なる空港本体の開港延期に伴い一般旅客運行は開始されていない。全線を直通する旅客列車はないものの一部区間を経由する列車は数多く設定されている。ありがとうございます。